11日に放送された NHK の連続テレビ小説、らんまん、月曜から土曜前8:0、第7回の平均世帯視聴率は 15.1% ビデオリサーチ調べ、関東地区、だったことが12日、わかった。らんまんの記事はこちら。朝ドラ通算108作目となる、らんまんは、日本の植物学の父。牧野富太郎をモデルに、激動の時代の渦中でただひたすらに愛する草花と向き合い続けたある植物学者の波乱万丈の物語を書くオリジナル作品。俳優、神木隆之介が主演し、脚本は劇団、手紙座、主催で NHK ドラマ、群青領域、流行感冒、などで知られる長田育恵氏。語りは女優の宮崎葵が務める。主題歌はあいみょん、愛の花。